こんにちは、リトルワンズです。私はペット写真から刺繍をお作りして、うちの子グッズを制作しています。今日はですね、2024年1月から新しくスタートしましたプレールさんとのコラボですね、そちらの方の制作の第1便が、はい、完成したというご連絡いただきましたので、プレールさんと一緒にご紹介していきたいと思います。はい、じゃあプレールさん来ていただきました。おはようございます。おはようございます、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ YouTube の方初なので、簡単に自己紹介を、はい、お願いし、こちらお願いしますプレールという名前で、ハンプのバッグを作ったりとか、まあ、そういうことを中心に活動しています。西田和美ってバッチリ出ちゃってますね出ちゃって大丈夫ですか？これ変えた方がいいですかね。あ、ちょっと録画しちゃったけど、あ、プレールに変えられるようであれば変えます。え、変えてもいいですかはい、じゃあ録画の方始まりましたので、はい、おはようございます。2024年の1月からね、2人でこうコラボの方をスタートしたということで、はい、今回初のね、オーダーをこうお受けして本番の制作をしていただいたと思うんですけれども、はい、その一部がね、第1便がこう完成したっていうところで、うん、今日はね、そちらをご紹介できればなって思うんですけども、はい、はい、どうでした？作ってみて。いや、まだちょっと第一弾ということで、うん、まあ、オーダーいただいた全部じゃないので、自分の中ではまだちょっと途中で、はい、まだちょっとあまり落ち着かないっていうか、うん、初めての取り組みなので、なんか私もこれだけの数を同じ作品まとまって作るって実は今までやったことがなくて、うんうん、バラバラとオーダーいただいたものをこう作っていくような形だったんで、うん、今回でもなんか制作自体は可愛い刺繍を見ながら楽しくやってるのと、うん、まあ、カバン自体は私の本当に作り慣れた一番作ってるバッグなんで、制作自体は順調に落ち着いてはできてるんですけど、はい、なんとなくこうお届けするまで落ち着かないっていう状態はまだ続いてますね。そうですね。でもすごいなんか予定よりも、当初の予定よりもすごいスムーズにというか、うん、早まってる予定が、うん、スケジュールが早まってるなっていう印象ですね。スムーズに制作は進んでますかね。うん、そうですね。うん、あとちょうど私の方の予定もなんかうまくはまって、あんまり今外からのオーダーない状態なんで、割とこちらに集中してやってる感じで、うん、でもなんか初めてなんで、本当その方が良かったなっていう。あ、そうですね、うん、なんかこう、うん、あれもこれもってなると、そうです、そうです、うん、そうですよね。頭の中がパニックになっちゃうのでできてて逆に良かったなって思ってます。はい、ありがとうございます。昨日のね、インスタの投稿でバッグがこう並んでる写真を投稿してくださったじゃないですか。うん、うん、はい、さんのね、インスタに刺繍がこう見えるか見えないかぐらいのこう絶妙なところで、ちょっとね、コメントは入ってましたよね。なんか見えないの分かってるけど、こう横から覗いちゃいましたっていうコメントをいただいてて、皆さんすごく楽しみにね、うん、うん、してくださってるなっていうのが伝わってきた感じだったんですけども、はい、今手元にありますか、バッグの方は。はい、あります、用意してます。はい、何色からどうですかねそうですね、何がいいですか今回は。ちょっと赤白はないです、ごめんなさい赤青黄色だった、ごめんなさい赤青黄色なんで。赤青黄色、そうですね、信号機カラーですね、今回、はい、新発体はね、うん、はい、じゃあ
私の好きなマスタードの黄色から見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、いきます、はい、ではかわいい。あ、かわいい。黄色は今回2点だったんですよね。はい、この子と、うん、とってもね、猫ちゃんでね。そうです、そうです。ね、かわいい。あ、かわいいとかね。こっちをポケットね、そう、裏もね、そう、裏にもポケットがあるので、やっぱ使いやすいですね。そうですね、うんうんうん、うんうん、そう、そこはね、ファスナー開けなくてもこう出し入れができるので、スマホね、うんうん、入れといたりとか、私車の鍵とか結構入れたりとかしてるんですけど、うんうん、やっぱ使いやすいですね。うん、なんかあの、実は今回ちょっとね、あの、私が今まで作ってたのより、あの、ここを刺繍に合わせてちょっと大きくしたんですけど。高さをね、出していただいたので。うんうん、だけど、あの、なんかスマホが余裕持って入るので、これもいいかなって思ってて、前の時よりも、こう、高さが。はい、高さが、ああ、はいはいはい。いいかなって思ってます。はい、じゃ、結果を、結果オーライっていう感じで、はい、のわがままが結果オーライっていう感じですね。はい、で、これが黄色で、はい、マスタード2点ですね。じゃあ次、はい、レッドいきますか。はい、レッドちゃんはこちらの、はい、あ、レッド、レッドはね、そう、2人並んでの刺繍で、はい、うんうん、いいですね、かわいいですね、映えますね、はい、刺繍が映えます。はい、うん、あずみさん、この形で赤は初めて作られました、はい、そうなんです。赤も扱ってなくて、うんうん、でもなんか差し色にね、やっぱりいいですよね、うんうん、なりますよね。なんか、うん、何色で作っても可愛いんだなっていうのがすごい思いました、うん、そうです。なんか私が作ってるのは割とやっぱり地味カラーが定番の黒とかグレーとか、うんうんうん、多かったので、うんうん、今回なんかカラフルですごい、カラフルですね、いいです。はいはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次はターコイズですね、はい、ターコイズいくつ作っていただいたんでしたっけ。5つ、5つですね、はい、5つですね、はい、はい、じゃあ1人ずつ、はい、はい、あ、の覗いてくださった方ですね。これですね、かわいい。やっぱ白い子は濃い生地の方が刺繍がね、よく映えるので、それで結構カラフルな、うん、生地を選びがちかな、うん、そのラインナップとしてはね、私が。うん、あ、うん、そうですよね。やっぱり、うん、次もいいですか、猫ちゃん。はい、いいです、いいです。はい、うん、次、2人ね。これも別々に写った写真を。並べて刺繍しましたね。いい感じにこう一緒に2人がいるかのように、うんうん、うん、そうですね、いい、なんかあの、いいですね、本当あの、どう、この猫ちゃんとかワンちゃんとかの色とのこのなんか色の相性みたいなのも、うんうんうん、でみんな可愛いですね、これね、この子はそう一人で真ん中にボーンっていきましたね、うん写真のアングルがすごい可愛いです。ね、そう、可愛いですよね、こういう感じがね。うんうんうん。うん、はい、でこちらと、はい、あ、これは、はい、あ、はい、もう常連さん、常連さんです。そうなんですね。ね、可愛いですね。うん、はい。可愛い、なんかこう意外とこの輪、なんて言うんだ、なんて言うんでしょう、しばちゃんとか、和風の子があんまりいないので、ああ、今回いなかったので、かわいいなと思いました。うんうん。はい、で、これが最後ですかね。猫ちゃんですね。はい。かわいいなぁ、かわいいなぁとか言って。やっぱそのイメージ通りにちゃんとあの仕上げていただいてるので、めっちゃかわいい。そう、作ってみてなんかやっぱ配置とかももうバシッとバシッと入るので気持ちよかったし、なんか思う、なんて言うんだろう、ズレもなくピタッとここに収まるみたいな感じ。そうですね、収めて刺繍をしてます。はい、はい、うん、素晴らしいと思いました、
はい。かわいいですね。これで、はい、第1便の発送が以上ですね。はい、そうですね、はい。はい。発送の予定は何曜日ですかね。一応、明日とは思ってるんですけど、なんかはい、その初回なので、なんか私がチェックを何周するかみたいな。わかります、わかります。住所書いてあのね、あのね、間違えないようにっていう。なんか、まあ、一応明日で、ちょっと不安になっても金曜日にはもう絶対、金曜日の朝には持っていけるようにっていう感じですかね。私も実は、あの、発送、今週発送なんですよ。今、映りきらなくて、はい、向こうの方に置いてあるんですけど、はい、それもやっぱり今日撮影して、明日、梱包して、金曜日に発送しようかなって、ね、うん、思ってますね。で、はい、次の制作が、ピンク。ピンクですね。はい。ですかね。はい。ピンクもでも、昨日見た感じだと早かったですね。あの、結構もう形になってるなっていう風に、うん。そうですね。あの、ピンクっていうかに限らず、やっぱ最初に、全部の段取りいっぺんにやってるので、うん、後半に行くに従って進みは割と順調にいってますので、うんうんうん、そうですよね。そうです。あと、まあ、今週中に多分できるかなっていう感じで、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。みんな結構ちらちらインスタも見ていただいてるので、うんうん、嬉しいです。ね、やっぱ、まあ、皆さん、うちの子がこう出てくるのをこう楽しみにね、うん、待ってくださってますので、はい、はい。残りの制作もね、じゃあよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。はい、ということで、プレールさんに第1便の方を紹介していただきました。一応、第2便がね、さっきお話ししたんですけども、ピンクを制作予定っていうところで、またピンク出来上がったところで動画撮れたらなっていうふうに思ってますので、またね、次の投稿を楽しみにしていただけると嬉しいです。で、シルバーグレーが最後にありますので、こちらちょっと数が多いのでね、またちょっと少し日にちが空いてしまうかもしれないんですけども、そちらはね、あの、インスタグラムの方で制作の状況をね、プレルさんが投稿してくださってますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、あの、チャンネル登録してつながっていただけると嬉しいです。そしてあの、グッドボタンの方も押していただけると本当に本当に励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。